こんにちは最新の韓国ドラマキングザランドは、その見事なロケーションが話題となっています。物語の展開に合わせて、ソウルや最終島などの韓国、そしてバンコクやアユタヤなどのタイで撮影された美しい場所がドラマに彩りを添えています。韓国のロケ地、グランドハイアットソウル、キングホテルの外観。キングザランドでは、キングホテルの外観として登場する5つ星ホテルは、ソウルのグランドハイアットソウルです。 1988年に創業され、ドラマの他にもファビュラスやセレブリティなどの撮影にも使用されています。パルナスホテル最終、キングホテルの内部。キングホテルの内部として描かれる場面は、最終棟に位置するパルナスホテル最終。180度のパノラマオーシャンビューのお部屋が特徴的で、以前にも花より団子やバッドラブなどのドラマでロケ地として利用されています。モンドリアン・ソウル・イテウォン、キングフィットネス。 キングフィットネスのシーンに登場する一流ホテルは、ソウルに位置するモンドリアンソウルイテウォン。2020年8月にオープンし、屋上バーなどの施設を備えるホテルは、以前にもセレブリティやペントハウスシーズン3のロケ地として使用されました。タイのロケ地、ムアンボーラン博物館、タイの宮殿。タイの宮殿として書かれた場所は、ムアンボーラン博物館。 歴史博物館公園で、タイで最も有名な記念碑や名所の建物のレプリカが展示されています。創設者は億万長者のレクビリアファントで、その歴史的な雰囲気がドラマに一層の深みを加えています。ワットアルーン赤月の寺、タイの寺院。タイの寺院として登場するのは、ワットアルーン赤月の寺。チャオプラヤ川の西岸に位置し、高さ82メートルの塔が特徴的です。 夕暮れ時や夜にライトアップされ美しい風景が広がっています。これらの美しいロケーションがキング・ザ・ランドの物語を一層引き立てています。是非視聴して魅力的なストーリーと素晴らしい景色を堪能してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。